最後のフロントエンジンフェラーリ、クラシックフェラーリの頂点、いろいろな形容が与えられるフェラーリデイトナ。1968年のパリサロンでデビューし、古き良き60年代から70年代前半にかけて多くの車好きの憧れの的であった。一見してデイトナではあるが、フェラーリ美術館に飾られているこの車はただのデイトナではない。フェラーリ 365GTB4 というのがデイトナの正式名称だが、これにスペチアーレの名が付く、ショーのために1台だけ作られたスペシャルバージョンなのである。作ったのはデイトナのデザイナーでもあるピニンファリナ。1969年秋のパリサロンで飾られた。特徴はルーフからリアにかけて折りたたみ可能なリアウィンドウと銀色に輝くロールバー風のアクセント。ピニンファリナが新しいオープンエアの提案を行うために作ったと言われるリアに付けられたリジーのプレートは、このスペチアーレに与えられた愛称であろうか。ベリアのメーターがずらりと並ぶメーターパネルをはじめとして、インテリアもデイトナそのものだが、素材には白のレザーが多用され、独特の雰囲気を作っている。大きなボンネットフードの下にはフェラーリの象徴とも言うべき V12 気筒エンジンが収まる。6機のウェーバー、352馬力の奏でるサウンドは実に豪快だ。1967年のデイトナ24時間レースでフェラーリは劇的な 1-2-3 フィニッシュを飾った。翌年デビューさせた世界最速のベルリネッタは、早速そのデイトナを愛称として与えられることになる。ホイールベース2400ミリ、たった2人の乗員のために V12 352馬力のパワーと美しいピニンファリナのデザイン、作りの良いスカリエッティのボディが用意される。これほどの贅沢があるだろうか。デイトナは20年前の世界最高峰であり、その価値は今も変わることなく輝き続けている。フェラーリデイトナ、忘れ得ぬ一台。